NPO 法人シングルマザーズフォーラムというシングルマザーの当事者団体をやっております赤石です。まあ、母子家庭のことを触れていただきましたので、なんかちょっとあれなんですけれども、まずお聞きしたいのは、消費税というのが論議されているんですけれども、まあ、所得再分配って言ったら、もう単純に考えると高所得者の人からたくさん取って、まあ、それを福祉とか社会保障に分配する、現役世代に分配するということだと思うので、あれですよね。なんで、所得税、まあ、さっき金融資産に課税するということもありましたけれども、所得税の累進性をせめて、まあ、昔90年代とか90年の頃とか80年の頃になぜ戻さないんだろう、かつては本当に 75% とかあったものがどんどん減ってきて、徴税率が減ったというふうに聞いているんですけれども、これを峰崎さんにお聞きしたいんですね。なんかそこがなくて消費税だ上げますよって言われると、なんかすごく納得がいかないっていうのがあります。で、さらにですね、まあ、先ほど峰崎さんもおっしゃってたんですけれども、消費税が上げられても、その社会保障の機能強化にはその中の一部しか回らないっていうと、若干まあなんというか納得いかないような方がおられるんではないのかなっていうふうに思うあたりで、それがなんかいろんなものに使われちゃうんじゃないのかっていうようなことも心配しております。それからその金融資産への課税というのなんかこう話題になっておりましたので、一緒にお答えいただけるとありがたいです。で、2番目は、まあ、本当に母子世帯の貧困っていうのは非常に大きくなっております。私この間ヒアリングした方はですね、まあ、パートでダブルワークしていて月々7万円ぐらいの労賃金を5万円と2万円出ております。で、地方でですね、まあ、DB を受けておられたのでですね、子供、まあ、おられたからとは言わないんですが、5人お子さんが18歳ぐらいから小学生までいらっしゃいます。どうやって生きているのかというと、これ生活を受けてないで暮らしておられます、まあ、車を保有しておられるのでなかなか生活を受けられないということもありますけれども、児童扶養手当と、まあ、ちょっと評判悪かったけど、この人にとってはものすごいセーフティーネットである子ども手当、それからまあ養育が今のところは入っている。で、まあ、大体月々18万円ぐらいですね。で、雇用保険には入れてない、当然ながら社会保険も入れてない、国民健康保険は年20万円という請求が来たのが減免で 6.9 万円になって、それも払えないので今交渉しようと思っている。しかも TV の影響で上のお子さんがどうしてもその暴力から立ち直れない、いろいろな問題を起こしているというようなことがございます。ちょっと長くなります、すいません。というような中で、やっぱり貧困率を何とかしたいというふうに思っております。今 57% 数字が上がっているんですが、どうでしょう、これって半分、せめて半分に減らしてほしい。そのために何ができるのかということをですね、八代さんと本谷さんと根崎さんにお伺いしたい。でもなんかちょっと時間が押しているところで、ここは人生をちょっと岩佐さんに任せようかなとか、はい、思っております。はい、ありがとうございました。じゃあ一つ目 その消費税と所得税のことについては皆崎さんに簡単にお答えいただいていいですか。まあ、まさにおっしゃる通り、消費税に比べると所得税の方が、再分配効果を持ってたんじゃないか。かつて 75% 地方税まで入れると 95% ぐらいまで最高税率がいってた時代があるわけです。でそれがなぜこんなに下がってきたのかというのは、まあ、一つはやはりグローバル化の中でそのなんていうんですか、当時のやはりレーガン前世の影響というのを非常に強く受けてきたんじゃないかなと。つまりアメリカのやはり新自由主義的な動きによって、やはり税を高くするとですね、働かないとなくなるんじゃないかとか、まあ、あるいはその、まあ、勤労に対して非常に厳しく当たるんじゃないかというようなことが言われてまいりました。で、まあ、それでじゃあその税率を下げたからといって、じゃあどうなったんだというふうになるとですね、
その私はそれほどそれはあまり大きな差はなかったんですが、ただこれは言えるんじゃないかと思うんですが、税率を非常に高くするとですね、そこからどうやって逃れるかということを考えるんですね。世の中に、まあ、税理士さんというのはおられます。まあ、あるいは節税の本とかですね、脱税とまで書いてませんが、そういうのが増えてくるというのは、やはりどうやったらその高い税率から逃れようかという意味で、限界税率を高くするのするほどそういうインセンティブが働いている。だから私自身はこのむしろこの税率を高くするよりも所得控除であるとか、さまざまなこの課税ベースを非常に狭くしているやつがありますので、それをいかに広げていきながら、そのこういう今の 50% ですか、地方税を入れて、その程度からその税収を上げていくかと。先ほどちょっとお話申し上げたように、金融所得という点で言うんですか、金融課税という点では、配当課税は 10% ですよ、ただ配当に対する、あるいはそのキャピタルゲインも 10% ですよというふうになるとですね、なお10億円ぐらい稼ぐということですね。その1割だというと1億円払えばいいんで、残りの9億円は課税対象にならない。40% の税率だったら、まあ、最高税率 4割だったら、どういうふうになるかというと、4億は取られるんですね、10億円だと。そういうやはりこう総合課税化というか、課税ベースをいかに広げていくかということを、私はやはり考えていかなきゃいけないんじゃないかな。それともう一つはですね、税だけで、この所得再分配をやってしまうというのは、やや限界がある。やはり社会保障支出を合わせて考えないとですね、この私自身はこの再分配というのはですね、ある意味では十分にいかないというふうに思っておりまして、社会保障の機能強化、特に低所得層に対するピンポイントのですね、やはりこの人たちがやっぱり救わないかんじゃないか。今おっしゃられた母子家庭の方を見るとですね、こういう方にこそ例えば子ども手当だとかですね、あるいは給付付き税額控除だとか、そういったその非常にこうピンポイントで当たるようなその保障というものを加えていく必要があるのではないんだろうかなというふうに思っております。その意味では番号制なんていうのはですね、所得把握というものを把握して、どこにやはりそんな困ってる人がいるんだろうか、こういう方々になんか私しっかりとしたですね、給付ができるようになればいいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。八代さんと茂谷さん、今のお話に付け加えることがあれば。はい、基本的に同じだと思いますが、特に最後 の、 番号制ですよね。これはもう菅総理も絶対やると言っておられて、ぜひ民主党政権のうちにですね、これは必ず実現していただきたいというふうに思うわけです。これ自民党では絶対できないことですので、それからもう一つは所得控除が問題だとおっしゃったのもその通りで、これはぜひ税額控除に基本的に変えていく。で、税額控除の方がはるかに公平でですね、同額の控除がありますので、貧しい人の方が有利で、今の所得控除はお金持ちほど有利になってしまう。で、でもう一つの累進税率ですが、実は所得税の累進度を高めれば垂直的には公平性が高まるんですが、問題は水平的な公平性が逆に阻害されるという問題点があって、要するに金持ちほど、まあ、法人化といいますか、会社を作って、そこから一種の自営業化することができて、結果的にそういう、まあ、今皆さんがおっしゃったように節税といいますか、より曖昧な形にしてしまうという、そういう方に、まあ、努力がされて、結果的に税理士が儲かるような仕組みになっている、まあ、そういうこともあるので、まあ、私も確かに控除を減らして課税ベースを広げていくということが、まあ、より重要なのかなと思います。それから特に所得控除を税額控除にするということは、同時に今もちらっと言われた給付付き税額控除といいますか、税金を払っていない人には逆に還付するという、まあ、これも背番号制ができないと絶対できないことですから、まあ、これをまず優先的にやっていく。ですから、まさに必要な人ほどたくさんの給付がもらえるという形で、今の生活保護はいろんな、なんていうか、問題があって、例えば被扶養者の問題とかですね、それからとにかく、まあ、ミステスト的なものが非常に強いわけですが、きちんと所得が把握されればですね、プラス面もマイナス面も本当に必要な人に対して、お金が行くような仕組みをまず作っていくということが、今おっしゃった赤石さんがおっしゃったケースなんかにも対応できるんじゃないかと思っています。
はい、ありがとうございます。もったいさん、すっごいことがあるのかと言われそうですが、あの対策としては、お二人のおっしゃった通りで、私はその子ども手当が天下の無策と言うけれど、私のような所得がある人間ももらってたのはいかがなものかと思うわけですが、その分の予算をですね、あの所得をちゃんと創生番号制で所得を把握して、これはやっぱり日本社会で、これだけ治安のいい国で、為替が安定した国で暮らせる分の料金は払うべきなので、それはその実は金を持っている人ほど、この安定した日本に住んでいるメリットが高いのですね。市場経済原理でいうと、この国に住んでいて、この国の通貨でお金をたくさん持っている人ほど料金を払うべきなんですね。ですので、そういう意味ではその累進課税とかあの今の金融資産課税って別にその全然公平な市場経済原理にのっとった話じゃないかと私は思っているわけで、ですのでそういうところでちゃんと、であと資産の透明化もちゃんとしないと、払っている人と払っていない人、水平的な公平が図れないので、すごい不透明ですね。それを図った上で、その分でその所得が低い人に子ども手当をちゃんと上げるという方向でやらないと、多分今の話は解決しない。彼女が貧乏ならば子どもさんが5人もいるからですね。それをやはりその5人じゃ産んだ人がバカだみたいな世の中の考え方がずっと前にあって、なんとなく我々はまだそれだけ。それだけじゃなくて、やっぱり雇用保険逃れで働かしてくれないんですよ、勤務先。働けるけども、要するに2つの勤務先で7万円しかないっていうのは、つまり雇用保険逃れで給料上げてくれないわけ。シフトに行く。シフト。なるほど。今日言わせたことしておきます。私女性の給料、ドイツ労働と同時賃金ということなんですけど、それをやらずに女の人の給料を、特に女性の給料と、非正規労働者の給料を不当に低くすることによって、結果的に企業は自分の商品が減って売り上げが下がって自殺行為になっていて、日本にいられなくなっているということについて、金融社会に、これからも言っていきますけども、雇用、あなたの賃金は、消費ではなくて投資ですと。賃金を削る会社は水俣病の時に廃液の浄化にお金をかけようとしなかったメーカーと全く同じです。エコなんかに金かけて威張ってるぐらいから、その金をまず賃金払えっていう、このなんていうか、そういう方向に向けた社会改革をしないと、何か賃金を削っている会社の方が正しいというふうになんとなく社会的に言われてしまうようなところがですね、学生時代と申し訳ないんだけど、そういうふうな、その賃金削ってる会社の方が経営者賢いというふうにみんなが言うっていうのは、まさに廃液を処理するに垂れ流している会社の方が賢いと言っている状況と同じで、今の中国を笑えない。これは本当にその時代が変わって、人間を大事にしないと日本国消滅するぜと、その結果金持っている人間が一番苦しむこと、全部失うことになるぞというところから、ちょっと急速に意識改革をしなきゃいけないと思っていて、自由な立場で好き勝手に言おうということなんでございますが、なかなか直接手が及ばなくて申し訳ないです。でも本当にその子供を産んだ人がハッピーになるという状況にしない限り、この人口減少も止まらないわけでありまして、で人口減少止まらないにもかかわらず経済成長するという嘘を言う人は早くいなくなっていただいてですね、基本的には人口減少との経済成長って難しいんですよということをまず理解していただいてですね、早くなんていうか空理空論で人口のことはどうでもいいんだという人はいなくなってほしいなと日々思うわけで、子供の人にもっと労働が行くようなと、ぜひ早く作らないと本当に時間がもうタイムリミットだと